僕最初から言っていいですか？え、私の動画なのに？あ、いや、最初からいていいですかね？最初からいていいですか？最初に、はい、なんかすごいコラボやのに拒絶されたなと思って私の動画なのに。いやいや、最初に言っていいですかみたいな。いきなり喋り始めるのかなと。最初に言ってはダメです。最初に言ってはダメです。あ、いいですよ。いいの？いいですよ。じゃあ、なんか全部お願いします。ウーム切手のサッカー大好き YouTuber、ドリブル健太郎です。はい、ジャンプ。はい、というわけで、はい、VR の中にやってまいりました。はい。行きましょうか、V ケットにさっさと。ゴー。うわぁ。ゴーゴーゴー。はい、すごい。うわぁ。すごい。宇宙、あ、ラッキー。ラッキー？嬉しいな。あ、すげえ！ V ケットだ。すごい！これが V ケットマーケットですね。V ケットマーケット、バーチャルマーケットのハブですね、いわゆる。なるほど。で、こっから、はい、あの企業ブースなり一般ブースなりに行くことができます。なるほど。ちょっと僕初めてなんで、いろいろ手取り足取り、はい、お願いします。はぁ、すごい！移動した。世界カメラみたいな機能が追加されてるな、今回。あぁ。イエーイ。あ、ここにほら、出展協力企業 IP アーティスト一覧がありますよ。なるほど。これ我々もいるんですか？我々は、手取り足取り教えてください。すいません。手取り足取り教えていただきたいです。我々は、はい、あの、ウームっすね。あ、なるほど。あ、そっか。ウームか。ウームですね。じゃあ行きましょうか。あ、お願いします。とりあえずね、企業ブース行きましょう。はい、わかりました。電車で行くんですね。隣町ってことなんですね。これはどうなのかな？でも。そっか、特急かどうかによるか。隣町。特急かどうかに。あ、でもここから行けるんだ。入れますね。はい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 。すごい。パラリアルラスベガスか、パラリアル福岡か、パラリアル秋葉原と。我々は秋葉原に設置させてもらってるって。じゃあ、秋葉原行きましょうか。やった。ゴーゴーゴー。え？ゴー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 。あ、すごい。パラリアル秋葉原に来たんですけど、はい。エフェクトが重たいんで、はい。めちゃめちゃ踊ってるな。あ、え、お、ほんとだ。ちょっと。え、エモートなんですか？それは実際にその動きをしてるんですか？え、エモ、あ、僕はわかりません。そして今何が起きてるかが。じゃあちょっと。ヒエラルキーが飛んだ。ヒエラルキーが飛んだ。すごいですよ。ほら、あの1軍、2軍、3軍ってやつです。すげえ、はい、じゃあ行きましょうか。はい、ありがとうございます。毎度のことながら。すごい再現されつつ、はい、今回はめちゃめちゃなんかグリッチな感じだった。なんかあれですね、いろんなオブジェがありますね。いろんなオブジェ、そうですね。鉱石みたいなオブジェとか。ありますね。はい、馬が本当だ。いますよ。馬、そう、なんか馬とか乗れたりするかもしれない。なるほど。もしかしたら。ああ、これは秋葉原の。ああ、はい。歩行者天国のとこですか？歩行者天国はもうちょっと行ったところかな。あ、すいませんでした。でも駅入れてすぐのところですね。このゲーセンとか。なるほど。ちょっと馬すごいいいな。そう、なんか全部がこう、バグみたいになってますね。秋葉原。そうですね。これは多分演出ですね。これは演出なのか。演出じゃなくてこうなってたらちょっとやばいですよ。なるほど。確かに。演出であることを願うばかりですね。これ、多分馬乗れますよ、はい。え、いいですか？パラリアル秋は。あ、乗った。あ、すごいすごいすごい。手綱は持ってないですね。手綱足腰だけで馬に乗ってる。すごい筋肉。あ、持った。あ、すごいすごい。速い、速い。やばい。あ、これは、あの、すごいですね。これはね、慣れてない人は、なるほど。三半規管がボコボコにされますよ。あ、じゃあちょっと、僕はやめておきますね。ぜひ乗りたかったところなんですけど。試すだけ試してみます。あ、本当ですか。あ、でも、あんまりちょっと試します。入り口で三半規管ボコボコにされたらやばいか。いや、あ、お、シュールだな。うわー、あ、ちょっと三半規管がどこに行けばいいんだろう。え、めっちゃ置いてかれたんだけど。え、どこに行ってしまったんだ。すいません、ちょっと戻りますね。一緒に V ケット回っててこんなにはぐれることある。ちょっと待って、あ、いた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 。あ、いました。また中腰で。あ、こんにちは。こんにちは。あ、ノバマンって言います。あ、はじ、はい、ありがとうございます。自分の名前ちょっと一瞬出てこなくて。あ、はい、すいません。雨が降ってますね。確かに。これはバグなのか。あ、じゃあ、はい、ここら辺は企業ブースなんで、はい。なんか、テレビで見たようなものが結構置いてあったりする。あ、本当ですか。本当だ。あ、スレッタ・マーキュリーだ。あ、詳しい。見てるんです。すごい、ペラペラのスレッタ・マーキュリーが、これ初めてじゃないですか、こんなの。確かに。これはでもほら一番実装しやすい。なるほど。あ、そういうのがあるんですね。実装しやすいとかが。多分。今回我々は基本的に 3D でさせてもらったんで、はい、どちらかというと、あ、誰？え？
誰？あ、これは知らない人ですね。すっごい見られてる。手を振ってあげましょう。この VKET っていうのはやっぱりこのいろんな人が同時に入れるんで、はい、それ手をくれましたよ。あ、手をくれました。さっきのあれですよね、エモートですよね。そうですね。すいません、ダンスしか僕手持ちになくて。すっごい、あ、滑ったっぽい。楽しい。はい、ありがとうございます。VKETのいいところですよ、それは。ねえ、すごい楽しい。あ、なんかそこら辺が、そう、今一瞬落ちかけたんですけど、穴。本当だ。怖っ。あ、嘘。やっ、やったー。いや、生きてる生きてる生きてる。一人勝ち。一人勝ち。エラー修復ポイントにたどり着くには足場を渡っていくしかなくて、これは、あ、なるほど、あれアスレチック的なやつですか。そうですね。これ多分三半規管鍛えられてない人が行くと死んでしまう。一旦行ってみていいですか。あ、どうぞどうぞ。楽しい。おお。え、あ、難しい。普通に落ちちゃった。普通に落ちた。意外とジャンプ力少ない。そうですね。いや、なんかいろいろあって楽しいですね。すっごい、これ全部 見回るのは難しいですかね。これ全部見回ろうと思ったら多分やばいことになる。なるほど。じゃあ行きたいところを何箇所かって感じですね。そうですね。歩き回ってなんか気になったのがあったら見に行くくらいのテンションじゃないと、はい、撮影時間が100時間くらいになってしまうから。なるほど。じゃあ先歩いてくださいよ。あ、じゃあ行きます。なんか気になるのあります？じゃあこれで。これで。はい。パイロットって書いてある。パイロットといえば？難しい。ボールペンっすね。え、何ですか？ボールペンっすね。あー、なるほど。なんか副操縦士とかそういう。すげえ！ボールペンが。ボールペンが。なんか船。船になってる。船になってる。なんか乗れそうな雰囲気。パイロットとパイロットかけてるんだ。面白すぎるな。なるほどね。面白すぎるな。なんか絶対こうやん。あ、すごい。戦えんのかな、これ。ほんまにこうなんだ。いいな。私も乗りたい。すいません、ちょっと僕これ酔うかもしれないです。ちょっと戦います。じゃあちょっと戦いますか。僕ちょっとほん、あ、本当に酔うんで。あ、え、え、何？めちゃめちゃ撃てる。やった。魚雷撃てる。酔う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 。マジで酔う。ちょちょ、ずる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 。戦艦に素手で勝てるわけない。ちょっと解いとこ。なるほどなるほど。すごい楽しいですね、これは。あ、本当に酔うかも。じゃあゆっくり歩きながら。はい、大丈夫です。この毎回 VKET には必ずある丸いに行きましょうか。丸い、あー、あの丸い、あの丸い。ここは VKET には絶対にある。はい、射撃場。なるほど、 VKET ならでは。ならでは、絶対にある。これ撃てない。あ、当たり判定がすごいな。いや、なんかここら辺のを持って、全然銃持ててないのに、なんかセカジのガノトトスみたいな尻尾攻撃。あ、すいません、尻尾攻撃みたいなね。すいません。ちょっと、じゃあ、ガナ、撃ってみますね。ガナトトスの。こっちじゃない。この、ここのやつじゃないと撃てない。あ、すげえ楽しい。え、撃ててます？素晴らしい。え、今、撃ってますよ、僕今。人差し指で。すごい楽しいな。外したらマイナス点とかなのか、これ。なるほど。めちゃ邪魔、めちゃめちゃ邪魔、めちゃめちゃ邪魔。そうか、見えてるとか、俺は。難しい。難しい。勉強になるな。勉強になるな。すごいな。じゃあ行きますか。楽しいですね。この銃は持っていけないですかね、ちなみに。持っていけはしますけど、撃てないんじゃないか。やったー。あ、じゃあ撃てるやつどうせなら、もしかしたら。いや、多分撃てる場所が決まってる。なるほど、かわいい。そう、アバター犬もいるんですね、すごい。アバターはガチで何でもありますよ。すごいな。最大最小とかもあるんですか。最大最小もないから、多分めちゃめちゃでっかい人もいる。ちっちゃいのもっていうことですね。います。かわいい。すごい、あ、犬がすごい飼いたかったんで。持てないのかな、犬。犬は人間ですよ、それ、人間。なるほど。じゃあ行きますか。行きますか。人間と知ったので、もう大丈夫です。ちなみに、我々の近くに向かっていきたいですけどね。そうですね。あ、犬が捨ててありますよ。犬が捨ててある？ほら、本当に捨てられた犬。あ、猫だった。本当だ。かわいい。じゃあ、お供えしておきますか、この。そうですね。これで。あ、ボール。え？すいません、あの、現実でボールを落としました。現実でボールを落とした、はい、なんでボール持ちながらやってる。ねえ、本当にね、聞きたいですよね。理由があったら。あ、理由があったら聞きたいですけど。お、ガレリア。これは寄らないわけにはいかない、個人的に。行きましょう。はい、パソコンが置いてありますね。そうですね、内輪が置いてある。ライトセーバー後ろにありますよ。ライトセーバーがあるわけない。え、何？ライトセーバーだな、これ。幻聴？幻聴ではないですね。幻聴。あ、ライトセーバー、すごい、かっこいい。あ、え、僕、あ、危ない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 。じゃあ持っていくか。
アイラブガレリア。うちは持っていきましょう。やったぜ、アイラブガレリア。アイラブガレリア。楽しい。あれ、V ケットリアルの会場じゃないですか、もしかして。お、V ケットは今年からリアルでも会場を持ってまして。あ、そうなんですね。じゃあ実際に行けば今あるってことですか。そうです。すごい。あ、でも29、30だ。あ、2日開催期間があるんですね。私も呼ばれているんですよ、実は。なるほど。リアルの方に私は呼ばれてないですね。羨ましいでしょ。羨ましい、羨ましいでしょ。もっと羨ましい感じしていいですよ。羨ましいなぁ。羨ましいなぁ。何見てきます。あ、じゃあ、あれ気になるんですけど、ケーキみたいなのが気になりますよ。ケーキ見に行きますか、じゃあ。はい。ついてきてる、ついてきてる。え、ノバマンさんに。あ、ほんとだ。これは。これは違うんですかね。これは人間じゃないですよね。なるほど。ガレリアも。ややこしい。ラッキーラッキー。ラッキーラッキー。ラッキーラッキー。代わりにこのシュガーバークゼロもらってきます。そういうのもいけるんですね。イエーイ。ちなみに僕は今自分のアバターを見れてないんですけど。はい。どうなってます。頭からバークが生えてる。え、あれ、そうなんだ。なんか下書きを自分で書いて、あとはこう作っていただいたんですけど。はい。割と再現できてますか。あ、だいぶ再現できてますよ。見てみたい。あれ、でもさっき見てませんでした、鏡で。あれ、あ、それ言われたら、それ。はいはいはい。っていう手ね。はい。はい。僕のテロップって何色ですかね。え、すごいそれが気になって。僕のテロップが。赤でいいですか、僕のテロップ。わかりました。じゃあ赤で。お願いします。はい。すいません。じゃあちょっとケーキいきます。はい、ケーキいきましょうか。これトランポリンありますよ。あ、酔わないですかね。酔いますね。絶対酔う。ちょっと、上下移動。上下酔うやつかもしれないです。上下移動を慣れてない人は大変なことになります。慣れてないですね。ちょっと僕見といていいですか。はい、じゃあジャンプ。ジュース片手に。おお。すげえ。すごい。あ、上の方にめちゃめちゃ広告がある。それが見える。あ、なるほど。ちゃんとあれですね。お尻まで再現されてますね。ノバマンさんが。あ、これは普通に 3D スキャンなんで。あ、そっか。じゃあ本人ってことですね。そうです。へえ。じゃあちょっと僕も行きます。大丈夫ですか。目つぶりません。ああ、目つぶれば大丈夫。うわうわうわ、安い効果音が鳴っている。言ったらあかんのかな、それ。可愛らしい効果音が。すごいすごいすごい。あ、上のここも確かに、この上だけ。あ、落ちるとダメだな。落ちるときに目をつぶってけば大丈夫です。そうすか。あ、ちょっとほんま無理かもしれない。帰ってきた。大丈夫です。大丈夫ですか。動いてないですけど。はい、ちょっと結構危なかったです、今。結構危なかった。すごいな、これに乗っても全然大丈夫なんですね。私はもうめちゃめちゃ鍛えてますから、ブレード&ソーサリーで。気持ち悪い。そろそろ僕たちの方に向かってもいい気しますけどね。確かに。どこにあるのか、福岡にあるらしいです。福岡、福岡ですか。今出します、この競馬場のあたり。あ、はい、ありがとうございます。はい、すげー。ゴー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 。あー、すげー、すごい。あ、あ、どうも。ルイ・ヴィトンみたいな。ルイ・ヴィトン、何と。君もこのテーマパークパラリアル福岡に来たんだね。もしよかったらパラリアル福岡を回るのに僕も同行させてもらえないかな。いいえ。ぜひ。え、ね、ぜひしていただければ嬉しかったんですけど。え、私いいえ選ぼうと思ったんですけど、じゃあはいにします。いいえで。いいえで。はい、いいんですか。はい、大丈夫です。じゃあな、猫耳。かわいい。わお。ああ、おー、福岡ってこういう感じなんだ。あ、ピクサーの広告がある。え、ほんとだ。マイエレメント、マイエレメント8月4日か、見なきゃな。へえ。あ、世紀末もある。世紀末もなんか謎にめちゃくちゃ昔から出てる。いや、右っすね。ああ、なんか昔からいるんですよね。へえ、ほんとだ。なんか昔から毎度出てるんですよね、しかも。へえ、聞けたな。いいこと聞けましたね。じゃあ行きましょうか。はい。か、お、焼き鳥もありますよ。ほんとだ。持てるんですかね、これも。持てるんじゃないですか。うわ、作る前のドゥルドゥルの状態。え、なに。あ、焼きそばだ。そう、こっから焼き鳥を作るのかな。こっちには行けないな、でも。確かに行けないですね。やっぱり、あれ持ってないと。ライセンス持ってないとね。あ、そういう、あ、なるほど。そういうのもあるんですね。うわー、すげー。これ、運転できそうっすよ。ヤマハだし。あ、でも、酔い注意って書いてある。この、ちょっと僕、ほんとに、見といていいですか。すいません。そうですね。あ、ドライバー、あー、あ、はいはい、パッセンジャーとドライバーがあるのか。あ、あ、ハリ、あ、うわぁ、目つぶっとこう。ハリーポッターみたいな感じで動きますよ。なるほど。ハリー、
ハリーポッターみたいな感じで動く、杖を握ると杖を握ると動かせる。あ、なるほど。確かにハリーポッター杖を向けなければ歩けませんでしょうね。そうですね。ああ、あ、動いてなかった。動いてない。すいません。もう動いてない。まだ全然慣れないですね、この酔うみたいなのは。あ、これはこればっかりはね、私はもうずっとマリオ64から鍛えてるんで。そっか。うわ、ちょっとしんどいわ今一瞬怖かった酔う酔う、一瞬すごかったな今一瞬引かれましたねここが我々のブースですか。ここのどっかに我々のブースがある。なるほど、それを探したらいいですかね。そうですね。なんか写真でしか僕まだ見たことがないんですけど、はい、室内みたいな。そうですね、全然こう外ですね、まあ、どっかにあるんじゃないですか。この案内板ありますよ、案内板。あ、なるほど、書いてないな。パラリアル福岡地下。あ、じゃあさっさと走って。はい、またあそこに見えますわ、マグロ解体できる場所。やったー。違う、今回はマグロ解体じゃない。へー、あ、前回はまた違ったんですか。いつもマグロ解体なんですけど、へー、今回はバーチャル一本釣りになってる。バーチャル一本釣り。あれ、バーチャル一本釣りだったら弱わないんじゃないですか。ですか。本当ですか。もうちょっと結構来てますけどもうちょっとやばいですけど。持てないな。釣り体験こっち。あ、そっち。あー、はい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 、これを使って。あ、なんか釣れた音する。え、すげえ。釣れてる。すげえすげえ、もう釣ってますよ今。あ、本当だ、釣れてる。マグロマグロ。マグロゲット。これを持って帰れんのかな。さすがにマグロ持って帰れねえか。それできたら激アツなんですけどね。そうですね。これどこ。あ、ここにイケスがある。え、これイケスか。イケスにしてちっちゃいな。入ってくだけ、まあ、入ってくだけだ。まあこれでマグロが釣れてよかったね。なるほど、ちょっと僕も一回釣っていいですか。いいっすよ。釣れた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 。やった、マグロマグロマグロ。これもマグロか。ちっちゃいマグロと大きいマグロが取れましたと。あー、嬉しい。マグロも釣れたし、行きますか。はい、我々のブースへ。酔って動けなくなる前に。ちょっともう結構頭は真っ白状態です。もうあれ地下じゃないですか。地下。ああ、あれ多分奥ない。急げ。すごいな、すごいな。サザエさんのエンディングみたいにサザエさんのエンディング。確かに肩車してますもんね。そう、サザエさんのエンディングでも地下に潜ってったら怖すぎる、ね、マスオがタラを肩車して。そう、あ、いた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 。あるあるある。やったー、すげえ。めちゃめちゃ動くな自分。めちゃめちゃ動く。え、ほんとだ。俺あの記念撮影がそう簡単にできないように。はいはいはい、近づいたら、近づいたら動くようにしてくれって言った。正面で。すごい、こんなことさせていただいて。そうですね、ありがたい感じ。ありがとうございます。ありがとうございます。僕らのゴーグル越しに。あ、ウーム。感謝の言葉を伝えようとしたらウームに邪魔された。すごい、これちょっと持って帰りたいですね。持って帰れるんじゃないですか。ウーム EU になってる。すごい、ウームを元に別の会社を EU。 いや、こうすればオボだ。いやー、やばい、素晴らしい。あ、じゃあ上尾にします。上尾。これが上尾か。あ、戻ってた。あ、 A になりましたね。難しいな。ちょっと成功するまでやりましょう。上尾にするの。ああ、あ、 E が戻った、 E が戻った。成功するまでやりたい。え、持てないな。ああ、やったー、やった。じゃあこれ僕サムネにしますね。僕これ、これをサムネにする。これ僕これサムネにします。やった、ここで僕のテロップを青色にお願いします。よろしくお願いします。あ、うまい、うまい、うまい。あ、うまい。サムネにしますね、ここも。ここもサムネに、はい、サムネ多いな。あの、僕の動画サムネ4個つけれるんで。そうなんだ、はい、さすがだな。隣が赤髪、赤と赤髪の友ブースか。我々と雰囲気が違いますね。確かに、髪の友。でもブッブーって言われる。ウームを持ち込もうとするとブッブーって言われる。うわー、拒絶されとるわ。ギリギリ狙う。ギリギリ狙う。じゃブッブーって言われる。楽しい。素晴らしい。あー、宣伝してもらって。あ、宣伝してもらいましょう。宣伝してもらうか、怒られるかな、はい、あ、そっか、他人のブースに。あー、なんかテンションの上がった EU みたいな。 EU になってしまった。まあ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 、概ね、はい、概ね有無でしょ、これは。いやー、素晴らしい、概ね有無ですよね。そうですね、概ね有無です、はい、じゃあ、はい、酔ってダメになってしまう前に、はい、終わらせてしまいますか。はい。あ、もうエンディングに。え、いや、なんかこのまま続けるとおそらく。わかりました、再起不能になってしまいそうな雰囲気してるんで。
確かに。どうでしたか、ブリケットの方は。いやいや、思ったより、我々のブース、ちょっともう一回いいですか。ダメです。じゃあ思ったより我々のブースが、ちょっともう一回いいですか。ね、はい、すごいがん、なんかスタッフの方々に割とこう作っていただいて、配置とかスタッフの方々にお願いしてたんで、はい、なんかこのようにめちゃめちゃ動き回ってるせいでカメラが全く、あ、本当ですか。まあじゃあ終わりますか。じゃあそんな VKET で、はい、VKET で今私らのブースがやってるんで、はい、ぜひ皆さんも来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、はい、以上サッカー大好き YouTuber、ドリブルケンタロウでした。とノママンでした。じゃあねー。